こんばんは。今回は12月27日リリース歴史クロニクルやっていきます。あのゲームはね、クイズに答えて、この歴史に関するクイズに答えて敵を倒していく、ロープレイみたいですね。 RPG です。やっていきます。あ、ボイスはないんだね。なるほど。あ、ここで名前登録。はい、ここボイス欲しいな。本の中の世界。あ、本の中にいるんだね。一冊の。はい。失踪したんだ、お兄さんが。なるほど、管理者になるんだね、これから。なるほどね、それがクイズなのかな、歴史に関する。カードバトルっぽい感じ。わかりました。戦いましょう。これがクイズなのかな。やばいな。でもヒントくれるんじゃないかな。クイズね。はい。3回まで回答可能。間違った数が少ないほど強力な攻撃。なるべく少ない回答数で正解。 OK。 はい。あ、ジャンル、うわ、読みと書き換えを。読み方。ほほほ、おお、すごい。なんかちょっと思ったのと違う。敵これ自分こっち、ちょっとよく分からんけど。あ、またか。あ、そうか、書きが残るな。読み、平安時代。関白。勝った。あー、なるほど、オッケー。ここに敵が出てくるのが出てた、あの3ターンまであるってことね。属性。あー、なるほど。パネルブースト。ヒントなかったな。まあ簡単だったけど。これか。はい。全部書きしかないぞ。あー、正解率出てるわ、ここに。ほら、じゃあ平安時代書き。源氏物語。終わり。これまだ続く。 SP カウントが0。 SP スキルが使用可能。 OK。 敵が結構多いこれ。はい、さっき使ったけどな。これも使えるわ。お
緑のやつ。お、ヒントね。ヒント欲しいよ。あ、ダイヤね。なるほど、思ったより面白いかもしれないね。で、確率の高いやつがいいわ。紫式部、はい、これかな。 OK。 なるほどなるほど、こんな感じで進めていくみたいですね。悪くないかもしれないですね。ちょっとした勉強にもなるし。秘密図書館、とりあえずまだ今チュートリアルです。マニュアル、あ、オートもあるのかな。マニュアルって書いて、あ、これは違うな。マニュアルっていうのは説明みたいなやつかも。召喚ガチャだね。北条いるぞ、ここに。強いんだろうね。あ、北条政子いる、はい、はい、1回か。ああ、なるほど。強いのかな。なお、お、あれ全然違うのです。平清盛来たけど、あれさっきの小野妹子じゃないの。よく分かんなかったな。あれは演出のやつか。なるほど、ユニットでセットするんだ。はい、編成、これ、あ、失教か。はい、パーティーに入れるんじゃないの。マックス10。はい、レベルは80まで持っていけるみたいですね。経験値があるんだね。そうそう、編成しないと、今入れないと。はい、お任せがあるわ、これ。お任せでね。きた、あとのは星2なんだ。あ、じゃあガチャ回していいやつをここら辺変えないとね。簡単なクイズだったらいいけど、難しいのだったらちょっとこう嫌だな。はい、まあ今のとこ簡単ですね。 80% 以上だから正解ですのをやってるから。あのライフラインあったらいいのにね。あるかもしれないですね。ああ、江戸時代、平安時代、なるほどね。もうこれホーム地下だか。あ、チュートリアル終わったっぽいかな。はい、わかりました。最後高森さん、そうね、もらおう。ダイヤガチャすごいぞこれ。あ、90しかない。
あれさっきのやつ、あ、わかった、ここだ、プレゼントの中だ。一括。これでガチャ回せるんじゃない？ほら、1万超えた。ミッション。一括。あ、じゃあちょっとガチャ回して、デッキ変えよう。10連できるわ。これでいい。3000使うんでしょ？ 1 万あるから。これをやって、演出なんだね。一緒か。これはもう小野妹子が出てくる演出なんだ。これが手に入ってるのに違う。いや、星4だけど5まであるんじゃないかな。あ、ダメなんだ。残念。10連したのに。お、でもなんかいいの、金色のやつがあるぞ。スキップしようか。こうやって開けていくんかな。ああ、なるほど、金色のやつは3か。あ、3なんだ。あ、じゃあちょっとスキップでいいわ。強くはなるね。じゃあね、とりあえずもう一回するか。演出ちょっと飛ばそう。もうスキップじゃあ。どんどんやってこないね。出ないんだね、そんなに簡単に。いいの、いや、4くれようと思ったけど出ない。もう一回。スキップじゃ。あ、出ないかな。あら、出ない。じゃあ4相当良かったんだ。残念。じゃあ戻ってデッキ組み直そう。閉じてお任せ。あ、わかった。あれだ、3のやつがレベルが低いんで強化してからじゃないとダメか。じゃあ3のやつを、あ、いるじゃん、ここ。4、あ、出てたんだ、4。気づかなかった。篤姫。篤姫がいる。マックス？あ、じゃあ、ダイヤ、ダメダメ。10、10、10。篤姫がいる。島津のとこだよ。ここら辺もじゃああげるか。あ、属性があったな。水も一緒にして、ね、ちょっとよくわからんけど、これ関係ある。このマークで、このマークが気になる。なるほど、これレベルマックス60までだ。じゃあ戻ってバックでも検証順にして、ここでお任せでいいかな。で、本に戻って冒険かな、クエスト。はい、時代クエスト。江戸時代行ってみようか。
秀吉の新発売。参りますよ。お92とかあるぞ。読み、はい、僕の細道、見事じゃん。優しさに報いる。はい、文章台っていうのがあるんだよね。ちょっと後にしよう。確率が高いのが読み 89%。寺小屋、寺小屋、はい、見事じゃん。徳川に救済を。技出せないか。次か、次で最後だね。うわ、文章台あるぞ。これ後だな。あ、でもちょっと見てみたい気がする。84、はい、人物、僕の、松尾芭蕉かな。おい、まだ続く。ターン4に来たぞ。じゃあ読みの89。技使えないな、まだ光ってないしね。なんかまあいいか。はい、天保の改革、はい、今出せる技でもクリアしちゃった。あー、なんかこれはこれでいいかもしんないですね。これいいんじゃないですか。親とかに言われた時に、いや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 、ゲームなんだけどちょっと勉強にもなるみたいな。次、関ヶ原の戦いに行っちゃおう。いいね、回答、何パーセントをみんな回答してます。出るのもいいね。低いぞ、これ。84.6。大名を1年交代で江戸と、参勤交代、はい。ちょっと難しくなってきたね。松尾芭蕉が記した俳句家の代表作、奥の細道みたいな。これはちょっとさっき奥の細道、あ、まあまあ、でもありがたいね。復讐みたいな感じだ。うわー、この70とかちょっと危ないな。81.7、ちょっと難しくなってきてるぞ。広重、87、柿、王将、王将平八、王将、これ、あ、こっち、こっちだね。おい、ボス出てくるんかい。技出そう。置かない。86。うわ、文章台。前の、解体新書を翻訳した蘭学者。杉田玄白。技出せる。危ない。いや、悪くないんじゃないですか。いや、これはこれで楽しいと思いますね。うん。まあ、とりあえず今回はここまでにし、もうちょっとアホがバレる前に今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。